ご紹介してまいりたいと思います。はい、それでは今度は10時こちらでございます。10時のツボです。ツンツルリンと、はい、ございますがね、はい、木村平さんからもいただいておりますが、髪の毛とか、脇毛とかあそこの毛とか毛は大事なところを保護するためのものだという話がありますね、うん、ね、まあ、それを剃る剃らないというのはこのコーナーなんですけども、もともと大事だからあるわけですもんね。そこを保護する、はい、大事なところを保護する大事な、でも美容的に言えばない方がいいと、はい、いう場合も、ね、ありますしね。僕は中学の体育保健体育の授業で摩擦を防ぐという役割も教わりましたと、うんうん、何であるのかと、摩擦を防ぐということ、うん、髪の毛なんかも上から物がガーッと落ってきた場合でもですね、はい、髪の毛があればそれはグッとクッションになるし、横にずらっとずらすような、皮膚に直接当たったら皮膚が下げます、滑るような感じ、はい、というようなことで保護すると。摩擦っていうと、だからあの脇の毛とかそういうの摩擦を防ぐことかな。いろんなところが摩擦があるわけですよね、うん、はい、オッカーバーバさん、毛は大切なところを守るという話がありましたが、年取ってくると髪の毛だけならず脇もお股も薄くなってきませんかね。もう守りは、手薄でも毛薄でもいいということなんでしょうか、どうですかね、とこういうこと、はい、だんだん薄くなってくる傾向には ね、人間髪の毛関係は頭もそうですけど、はあはあ、全般的にもあります。守らんでいいぞと、はあ、いうことですか。本当はでも守らないといかんと思います。守る、これも一つのね、はい、免疫力の低下、うん、ね、守る能力が減ってきちゃった、減ってきたということでしょうね。いうことか。守らなくてもいいんじゃないんです。守る能力がなくなってきたんです、はあ、余計寂しくなるね、はいはい、でもまああれらしいですよ、まあ、人の昔の人の言い伝え、うん、大木はてっぺんから枯れると言います、はい、だから髪の毛は抜けてくるんでしょう。しかしずっとまだ年老いていくには下の方は大丈夫と、ん、大木はてっぺんから枯れます、うん、上が枯れても下は枯れます。普通下からやって枯れててくれた方が まだいいのにね。なんでより大、年取ってもより大事なのはだって頭の髪の毛でしょ。そういう意味では何が落ちてくるかわからないんだから。それはあんたの考えや。今ここにリスナーの方、男の人で、あんた神様がどっちかの能力をなくすといえば、はい、どっちの能力をなくしますかと、はい、神様が金の斧か銀の斧かじゃないですけどあなたが欲しいのは、はい、髪の毛か、はい、お股の毛かいうことですか。まだの毛ということではない。違うんですか。能力、大木はてっぺんから枯れる、うん、全身がダメになるという話をしてるんですよ、はい、今抜ける抜けんだけの話で違いますよ。毛だけの話じゃないの。じゃないですよ。違うの、はい、うん、先行きますよ、はい、自堕落なラクダさんからいただいておりますツンツルリンのコーナーで、ソル派の皆さんのお便りが紹介されていましたが、私は今あそこの毛をソルべきか悩んでおります。悩みがあるんですね悩んでんの？この男性の方。というのも、とある休日の出来事なんですが、その日は妻が朝から外出し夜まで帰ってこない予定だったんです。そこで私は以前に購入したお気に入りの DVD を鑑賞することにしました。どんな？妻は夜まで帰ってこないので、いつもなら早送りしながら見るところもゆっくりと初めから終わりまで堪能しました。どういう部分？じっくり見ましたね。どういう部分？奥様はどうしてあれですか、ご応募なさったんですか。はい、夫の浮気で。そうですか。夫は浮気をなさったんです。そうです。だから私ね、今回応募してみたんです、というとこからです。そこいつもは早送り。はい、早送りです。早送り。どうでもいいや、うん、と思うんですけどね。ストップするところはどこですか。ストップするところはですね、うん、では奥様、じゃあこちらの方においでくださいというとこから慎重にです、ね、何の DVD ですか。わからないです。わからないですね、はい、具体的です。わからないですけどね、はい、はい、鑑賞後はすぐに DVD の所定の場所に隠し、場所にしまい、使ったティッシュはゴミ箱の奥に捨てました。さて夜になり妻が帰宅すると、なぜか妻がコロコロを使ってカーペットの掃除を始めました。私は特に気にせずテレビを見ていたんですが、その時思いもよらないことが起きました。コロコロを持ってテレビの前に差し掛かった時、妻が何これと低くつぶやきました。
もう何これと言った方が低くつぶやきました。つぶやきました、うん、そしてあんた今日何してたん、これ見てみと私を呼びます。わけが分からずテレビの前に行くと、ちょうど DVD を鑑賞していた場所に何がこう固まって落ちておりました。いつになく長時間にわたって鑑賞したためでしょうか、かなりの本数でした。その後妻の追及にその日の行動を認めざるを得ませんでした。もちろん DVD は没収です。しかしまさか あそこからあの足がつくとは思い、足がつく、毛から足がつくというんですね、思い切って全剃りにした方がいいでしょうか、それが理由か、それが理由か、ほいで どうしようかなと思ってるらしいです。いうことですか。まあ、剃らないにしてもです、はい、オッカーバーバさんは疑問が湧いてきたんですけども、男性の全剃りって、おたまちゃんって剃りにくくないですか、柔らかいしシワとかもあるでしょ、それこそ切ったりしないんでしょうかと、観察の鋭いですね。はい、どうですか、シワの問題は季節によります。んで、限定ポン酢さんからもいただいておりますが、溢れた壺のこう、溢れた壺に本出してきましたが、本ちゃんのところに採用されておりますね、はい、坪井さん、小高さん、あの乳首をカミソリで切っちゃったリスナーさんがおられましたが、先日私も乳首ではないんですが、のりおくん周りをたまたまちゃんも剃っていた時に誤って少しだけ裏玉あたりを切ってしまった出来事があり、私は考えました。あれだからさっきの話、剃りにくくないですか、うん、ということで、この人も切っちゃったらしい。実際に怪我をして考えた、はい、裏玉あたりはというかですね、どっかは分かりませんけどね、はい、はい、ということで切ってしまいました。そうだ、髪の毛を切るスキカル君、これ、うん、家庭用バリカン、うん、スキカル君のアタッチメントの3ミリというのがあり、それを使って剃ってみたら、あら不思議、綺麗に刈ることができました。剃るよりも軽ということですね。しかし終わっちゃった後ののりおくんは高校球児のようにチンチクリンな姿になっちゃいました。 3ミリっていうのは3ミリ残すということですか。そういうことです。今度からたまたまちゃんは3ミリにして、のりおくん周りは、5ミリか10ミリにしてみます。ちょっと もひかんな感じどうでもいいんですけども、何ミリにしようとね、まあ、そういうことで、あの安全にやるためにはこういうのもありますよというオッカバーバさんはちょっと分かっていただけましたでしょうかね、はあ、あんま頭と兼用したくないですねスキカル君、まあ、この人は自分で使うんでしょうからね。でも嫌じゃない、はいはい、ヒゲ剃りよりもええじゃないですか鼻に近づくのでね、はいはい、なんとなく嫌ですね、はい、3代目中村梅毒さん、ある朝起きて洗面台に立ったら股間がチクチクするんです。そういえばその前夜、さすがに全剃りはないんですが、玉袋の毛を剃りました。見た AV 男優が毛もなく綺麗になったなというふうな思ったもんですから、自分のはそれに比べて大変汚かったんで剃ってみましたね。人の振り見て我が振り直そうんじゃなくて、はい、人の姿見て我が振りも直してみました、ということですね、うん、はい、内側にもあれってね、あの袋というのはね、ももの内側にも接するのでチクチク感が何日も続いて不快でした。うーん、あそこを剃って、あの剃り続けるならいいんでしょうけれども、ちょっとこう、はい、伸びてきた時に、はい、不快になります、チクチクするいうことがね、いろいろ皆さんあのあたりで苦労してらっしゃいますね剃る剃らん、そうなんだ、剃ったら剃ったでこういうこと、うん、キラキラピンさんからいただいております。今度は女性の方がこのコーナーに参入してまいりました。はい。坪井さん、最近私の悩みを聞いてください。ありがたいですね。悩み。何でも悩みをぶつけていただけるというのは、はい、本当に信頼していただいている証拠です。ありがとうございます。はい、多分この方にもいろいろ相談する方は周りにもいらっしゃるでしょう、はい、しかし私に相談するというのは、うん、やはり限定されておりますね。こういう相談の種類が。種類が。はい。はい、聞いてください。私上の毛はツヤツヤで白髪もなく素敵なんですよ。素敵、はい、いいじゃん。素敵って言われてもどう素敵なんだろうと思います。あら、あんた、まあ、ツヤツヤで白髪もなく、これは同年代の人と比べたら、あ、私の方が素敵だと思う部分ってあるじゃないですか、はい、サラサラサラ、はい、小高さんだってそうじゃないですか、はい、なんですかね、同年代から見たら私の方が立派な、お素敵なお腹のせり出し具合やという、それそれ全然素敵やない、素敵じゃないですか、はい、だから素敵は、まあ、要はシャンプーのコマーシャルなんかでね、ツヤツヤサラサラっていうのありますけど、はい、上の方は白髪もなく素敵なんですけど、でも下の毛がもちろん縮れてはいるんですが、もちろん白髪が最近増えてきてちょっと悲しいんです。
さっきって言ったあの衰えは上の方から言うのとまたちょっと例外ですね。はい、上の毛には下側ないのにツヤツヤなのに、はい、だからこれはまあ機能のことを言うんですよ。あの大木はてっぺんから刈り上げる髪の毛、髪の毛じゃないんだ。毛という機能は上の方から枯れていきますけども、うん、機能としてはまだまだ下の方は大木としてきちんとありますよ、うん、という、はいはい、白髪が出てきた、はい、白髪が出てきて、ちょっと悲しいんです。しかも、うん、白髪は縮れてないんです。ピーンとしているんです。縮れているならなんとなく他の毛に埋もれてくれるようですけども、白髪はなぜかピーンとしてるからよくわかるんです。私40になるんですが、皆さんはどんなもんですか。坪井さん教えてください。こういうことです。ものは考えようです、うん、ね。なんか隠れてこんな風にもちゃもちゃっとあるならばですね、はい、発見もしにくいし抜きにも抜きにくいです。ピーンとしてば発見はしやすい、抜きやすいということで、何でも前向きに考えないといけません。抜くの、抜きたいんじゃないですか。染めてもいいですけどなかなか染めるのもね。そうや、だから、はあ、抜かなしゃあないや、うんね、どうなんでしょうね、はいはあ、でも白髪の場合はピンとなるの、はい、この人はなる言うから私はならばということです、うん、小高さんもよく、あ、お分かり、はい、小高さんもよく言おうと思った私に振らない、途端に小高さんに振ろうと思った途端に振らないんですよ。坪井さんはどうなんですか。オリビア・ニュートン・ジョンがこのような曲は、はい、私なんかそんな悩みあるわけないじゃないですか。そうですか、はい、ね、へえあらあんた自分に振られんと思って私に振るんだ。オリビア・ニュートン・ジョンは何のために、さっき頭の毛は一生懸命気使うようになってきたのに、はいはい、はあね、そっちは大丈夫なの。そっちは大丈夫だと放送では言ってきますよ。 A さんも言ってましたよ、はい、最近涙もろいなっていう人は下も緩くなってますよ。連動してるそうです、はいはい、上下連動説ということをあえてここで最後の言葉としてこのコーナー終わりたいと思います。ありがとうございました。キクラジオの